柴犬ルル、避妊手術してきました。2021年4月1日朝、私たちはまだ知らずにいた。有吉夏目夫婦が誕生することを。お腹を空かせたルルに何度も同じ説明を繰り返すしかない私。いい子なので声もせず、ただひたすらに顔の圧だけで朝ごはんを要求。手術の意味が永遠にわからないもどかしさ。ルル、手術を決めたのはおばちゃんだからね、とおいちゃんが言ったのもわからない。欲しいのは水じゃないんだよ、と無言の抵抗。それで腹がいっぱいになると思っていますか。病院大好きだからダッシュできたら開店前。手で開けようとしていた、手術されるとも知らず。なんかいつもと違うから座り方もおかしい。こんな座り方見たことない。不安そうなルルを残して病院から帰りました。1泊2日のルルのいない家は、椅子の下がスースーして、少しでも音がするとルルを探していました。どこにもいないのにね。ルル捨てられたと思ってるだろうね。不安だろうね。初めて別々のところで寝るから。そんなことばかり2人で話していました。お迎えの時間です。なんか思ったより元気。こんなもんですか。元気。頑張ったね。抗生剤の服用からお願いします。病院ではね、チーズに包んでそのままパクリと食べてくれましたけれど、中にこう包んでもらって構いませんので。食べました。チーズ食べたんだ。外じゃないとうんちとかしないんだけど、その程度はお外行っていただいて大丈夫ですよ、ね、激しくね、わちゃわちゃと動いてしまうと、ちょっと傷口ね、切れてしまったりとかもあれなので。ちょっと震えてるわ。じゃあ塩分控えめペット用チーズを購入。お薬を挟みます。食欲は想像以上にあったね。尻尾は下がっているから体調は芳しくない。おいちゃん再会した時、ルル顔色悪いなと思ったんだって。毛で見えないけど表情はいつもと違うよね。練習通り腹切りしたもんね。ルルよく頑張りました。首輪はルルビトン、バイ、おいちゃん。そんなエイプリルフールでした。